1890年のリーグル・アロイス・リーグルは、オーストリアの美術史や、ウィーン学派の創始者とみなされる、リンツに生まれる、ウィーン大学に入学し、フランツ・ブレンターノやアレクシウス・マイノングの哲学、歴史学のクラスに所属し、同時に美術品鑑識の研鑽を積む。1883年に、歴史研究所、1886年に、オーストリア博物館に、 学芸員として務め、1897年からは、ウィーン大学教授となる、47歳の若さで要うる。従来の美術史では、技術的能力コネインの発達がすなわち、芸術自体の進歩であると説いていたが、リーグルは、美術史を内的衝動の観点から構成し直し、各々の,の時代における、独自の芸術意欲カンストボーロ論の現れが、 自律的発展を遂げると考えた。芸術意欲は、対象と創作の方式に依存せず、独立に成立し形式への意志として振る舞う。能力が必ずしも美を生むのではない。近藤、ギリシア・ローマの古美術について、リーグルは、文様の分析を行い、シンメトリー・トリズムの最高の法則に従った、幾何学文様はすでに原始的段階にある民族が、達成していたが、 芸術的価値としては低いと指摘した。リーグルの芸術館はミルヘルム・ボリンガーなどに受け継がれた。ありがとうございます。